今池駅は愛知県名古屋市筑作今池5丁目にある名古屋市 A 地下鉄の駅である。東山線と桜通線が乗り入れている。東山線には H13、桜通線には S08 の駅番号が付与されている。両線は西側で並行しており、桜通線は東山線のバイパス路線の役割を担っているが、 当駅を境に東側はそれぞれ分岐地別の方面へ向かう。桜通線駅、ストム区今池管区駅が管轄する駅であり、国際センター駅から今池駅までの各駅を管理している。桜通線運転区が当駅に設置されており、運転士の交代が行われている。2番出入り口西改札口プラットフォーム東山線。 桜通線ともに島式ホーム一面二線を持つ地下駅で稼働式ホーム柵が設置されている。アクセントカラーは桜通線が藤色、東山線が青。東山線ホームは15メートル車6両、桜通線ホームは20メートル車8両編成まで対応している。桜通線は当駅終着の列車があるため、特殊方面に渡り線及び留置線を一本有する。 この留置線は縦に長く、20メートル旧車8両を縦にに編成留置することが可能である。東山線西改札にカフェドクリエ地下鉄今池駅店が、同にコンビニエンスストア、ファミリーマート、東山線今池駅店が、及び同改札外に、ステーション ATM が設置されている。また、東山線ホーム直上のコンコースに今池地下街があったが後に廃止されており、 一部が地上へのエレベーター設置スペースとして使われている。東山線桜通線、桜通線が比較的深い位置にあるため、比較的長い距離の移動を要する。同線ホームへは、東山線ホームの地草方にある階段、またはエスカレーターで上がり改札外を経由し、エスカレーターで下るルートの利便性が比較的高い。なお、東山線ホーム中ほどにある、 連絡通路からの通路及び階段を経由して、桜通線ホームまで達することも可能だが、23時20分以降は閉鎖となる。エスカレーターは2021年3月16日に発生した火災で利用停止になっている。桜通線東山線、桜通線ホームの久屋台通方にあるエスカレーターで上がり改札外を経由し、東山線ホームへの階段を下る。 または、エスカレータ右の階段を上り連絡通路を経由し、東山線ホームへの階段を上る。ホームへのエレベーターは、かつては桜通線にのみ設置されていたが、新たに東山線ホームへのエレベーターも2011年12月21日より、供用を開始した。また、地上へのエレベーターはコンコースに設置されているほか、コンコースと直結する。 今池がスビルのものが案内されている。桜通線ホームと西改札口付近を結ぶ乗り換え用エレベーターは2021年6月11日に共用を開始した。年度別乗車人員は以下の通りである。なお、乗り換え人員は含まない。東山線の駅では22駅中10位、桜通線の駅では21駅中6位。 名古屋市営地下鉄前駅では87駅中12位の乗車人員である。イオン今池店、2016年10月30日撮影今池ナノメートルビル、詳細は今池を参照。名古屋の古くからの歓楽街の一つであるほか、商業施設も多くある。かつては映画館も多かったが、近年は減少傾向にある。また、パチンコ店も多い。 駅周辺の一角には中高層店舗、事務所ビルが林立する商業地区がある。地下鉄今池駅は東西に伸びる西木通りと南北に伸びる名古屋市道名古屋環状線との交点の地下に位置している。1974年までは名古屋市道名古屋環状線の道路上を名古屋市電循環東線が通っており、付近に今池電停が存在した。 また、主電開業前の名古屋市道名古屋環状線には、名古屋市 A 向き乗電車が通っており、地下鉄桜通線に変わった現在も、交通の要衝となっている。ありがとうございます。